エミネーです。今日はですね、私の秋服のリアルな私服ルックブックを撮っていこうと思います。パチ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 ということで、秋服みんなもお買い物しましたか？私は山のように毎日お買い物しているんですけども、はい、なんだかんだ言いまして、早速1着目が完成したようですね。このめちゃくちゃ可愛いセットアップは、タクボかりんちゃんのブランドのピヌエっていうね、可愛いブランドのお洋服です。もうめっちゃ可愛くない？全身めっちゃ盛れるのに、リブの部分とかね、隅々までちっちゃいデザインまでね、細かく施されてて、もうさすがかりん様様様様、かりんちゃん様様様だなって感じです。マジでかりんちゃん可愛いよね、大好きなのさ。なんかブーツをね、アイボリー系じゃなくてブラウン系とかブラックとかにしとけばよかったなっていう反省点ですね、編集しながら思いました。はい、ということで、このニットをね、別のパンツで着回そうと思ってお着替えしてみました。靴はね、GU です。こんな感じです。なんかちょっと頭寂しいんだけど、ちょっと帽子をかぶらせてもろて、じゃん。これだって可愛くない？このパンツはね、スタイルミキサーで後でコーデにも出てくるんだけど、すごいねスタイル漏れて、まあちょっとケツでかいので漏れてないんですけども、可愛いコーディネートですね。はい、ということでルック2を着てまいります。じゃん。これちょっとなんか難しいベスト、ニットベストなんだけど、着たらめっちゃ可愛いからさ、まあ見ててくださいやって感じで、ちょっと見ていただいて。さっきのね、パンツを合わせましたね。で、あのシーンでバカみたいにね、あのチョーカーを調達したから、今日のコーディネートもバカみたいにチョーカー出てきます。はい、では完成しました。こんな感じでございます。ね、このベスト可愛くない？てかなんか私っぽくないけど、私もこういうの着たいみたいなテンションで、買いました。両方ね、スタイルミキサーのベストとパンツです。で、バッグを悩んでるんだけど、なんか編集して思ったんだけど、どっちも似合わねえよってことで、ちょっとバッグは気まずいので見ないでください。次のコーデが私すっごい大好きなコーデなんだけど、今月のね、22日に発売したエミュットの新作のスカートコーディネートです。こんな感じで巻いてリボンを作るんだけど、巻き方はね、お好みでいろんな巻き方ができます。で、フレア ID のジャケットと合わせて、はーい、コーディネートが完成いたしました。めちゃめちゃ雰囲気が出ると思わない？でね、骨格ストレートさんね、すごい得意なスカートだと思う。ウエストは後ろだけ若干ゴムになってて、スポッと履くタイプだから脱ぎ着もしやすいし、むちゃくちゃ履きやすいし、スタイルも盛れる最高の自信作のスカートです。ほら、うわ、なんかこんなん歩いちゃったら声かけづらそう。こんな見た目でさ、実際インスタライブでバカみたいに下ネタ言うって普通は思わないよね。黙ってればモテるのにみたいなね。女なんですけども、27歳です。来月は私誕生日でございまして、でね、今日さ、なんかこのさ、編集の BGM がちょっといつもと違うやんか。今な、2時、3時前、深夜の3時前とかに編集しよってさ、おしゃれな BGM 見つけてしまってさ、なんかおしゃれな BGM にしたんやけど、なんかちょっとテンションわかんないのよね、いつもと。はい、ということで、洋服コーデウェイが完成いたしました。このコーディネートめちゃめちゃ可愛くない？ね、この間ね、インスタに載せたんですよ。投稿で載せたんだけど、待って、エミネ、そのトップスどこの？ってかなりね、質問いただいたんですけど、タグつけております。こちら KBF のニットでございます。なんかスウェットに見えるんだけど、ギュッとした、こう目の細かいギュッとしたニットです。色がさ、すっごい綺麗だよね。他にも色があったから見てみてね。はい、じゃあおもちくんとね、お散歩するときコーデーって感じでイメージつくでしょうか。で、このスウェットパンツはエミュットのスウェットパンツでございます。今ちょっとセールになってるので、スウェットパンツ探してる方はぜひご覧くださいませ。いらっしゃいませ、こんにちは、どうぞいらっしゃいませ、さようなら、さようならしないでください、こんにちは。現在3時を回っておりまして、私深夜テンションでお送りしております。はい、次のコーデに参ります。でも待って、スウェットパンツ脱いだと思ったらまた履いたよ。どういうこと？はい、次のね、このスウェットは10月発売の我がブランドエミュットさんのスウェットでございます。後でも見せるんだけど、9月に発売したショートのスウェットのルーズバージョンです。こんな感じで EMT って刺繍が入ってるルーズで、とてつもなくあざとくて可愛いオフショルな、オフショルなスウェットでございます。袖とかね、裾がタポタポしてて EMT って刺繍が入ってますよって言ってるんですけども、
タッポタポしててもとてつもなくあざといです。これはもうね、部屋着としても着ても可愛いし、彼がお家に来る時にお家の中で着ちゃったりしてもとても可愛いじゃないでしょうか。ということでおすすめでございます。待っててくださいね。で、さっきのブルーと今発売中のエメットのスカートで合わせた着回しバージョンでございます。このブラウンね、結構濃ゆめなので黄みがそんなに強くないから色物と合わせるのもおすすめでございます。次は私が最近とってもお気に入りなコーディネートです。私さ、身長158センチしかないんやけど、意外と158に見られることあんまなくって、はい、ルック号が完成しました。基本的にスタイルが盛れる、自分が着痩せするとか身長高く見えるようなお洋服をね、選んで着ることが多いです。で、キャップをかぶってみたらこんな感じ。え、ね、どう？158センチ、最近2キロ戻ったので50キロ復活って感じの体型なんだけど、骨格ストレートやと思うんやけどさ、なんか良くない？漏れないですか？で、これが9月発売中のさっきのルーズスウェットの今月発売バージョンのスウェットです。エミットタンです。可愛いよね、キャミワンピにこういうショート丈のスウェット合わせると、また身長がバーク漏れしちゃうんですね。足もね、すごい長く見えるから、低身長さんこういう着方よかったら真似してみてください。でね、このスウェットのこだわりポイントなんやけど、今年さ、襟が大きめなお洋服流行ってるじゃん。あれ、あんま人と被りたくないなと思った時にスウェットに落とし込めば可愛いじゃんと思って、このね、スウェットはちょっと襟が大きめなデザインとなってます。で、今発売中のリブカーディガンと着回してみるとこんな感じです。またね、印象がガレルで変わるよね。袖はね、若干着た人にしかわからないくらいのフレアになってて、刺繍がエミュットって入ってます。で、前がね、パチパチするボタンだから、カジュアルにも綺麗めにも落とし込みやすいです。でね、とにかく生地がめちゃいい、めちゃめちゃいい、この生地は。で、着た時にね、ピタッとなりすぎない、ちょっと横幅があるようなサイズ感だから、全部ボタン留めて1枚で着ても可愛いですわよ。ぜひゲットしてくださいね。では次、ルック6ってなんか私が言ったらとても卑猥な6に聞こえちゃうんですけど、そんな意味はございません。はい、完成いたしました。こんな感じでございます。ニットベストが特徴的ですね。はい、で、ベストとちょっと可愛いんじゃないっていう、もうネイルね、私最近変えたんですけども、相性バッチリでございますね。んで、コートもう予約してくれてる方はね、もうそろそろ届くと思います。多分今週とか来週中には届くと思うんだけど、今もね、ゾゾタウンにいて予約受付中なので、ぜひ見てみてください。このコートもう一色あって、そっちもとっても可愛いからさ、よかったらサイト覗いてみてください。とにかくね、シワにならないのと、隅々までこだわりまくってるコートだから、これはまたちょっとゆっくりお話ししたいなと思います。春発売した時ね、2分で完売したコートで、ワンピにスウェット合わせてみました。このワンピさ、私のインスタでめちゃくちゃ見るやんって思ってる方、その通りです。私めっちゃ着回し倒しております。こういうさ、シンプルなワンピースとか1枚持ってると、デザイン性のあるものとさ、組み合わせると無限大だよね。使い方無限大、 is 最高、 is very nice cute、イエーイ、アピールしてるんですけどもね。そろそろ、私さ、このアフレコね、毎回即興でさ、ほぼ一発撮りなの、マジですげくね、よう喋ると思いませんか。はい、ということでルック7に回ります。ワントーンコーデですね。このコーデもめちゃくちゃ好き、てかグレー好きすぎんって感じなんですけど、グレーがいっちゃん使えるのよ。でね、グレーだとちょっと物足りないわって方は、こういう感じでトップスを中に仕込んで着ていただくと、また印象が変わるんじゃないかなと思います。はい、もうこのカーで無限大に使えるんじゃないのっていうくらい、もうね、万能です。頭なでなでしてあげたいくらいで、ほら見てわかるかな、この裾のね、丈とこの横幅で、袖のフレア感といいね、もうとにかくこだわりたっぷりなコーディネートでございます。はい、ここでもう締めなさいっていう感じの顔をし始めたので終わろうと思います。はい、今日も見てくれてありがとうございました。インスタグラムとかツイッターもやってるので、ぜひフォローしてください。またルックブックやります。バイバーイ。